7月20日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩司です 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。はい、大阪です。すごくいい天気です。うん、関西は今日梅雨明けしましたんでね。お<ー>ええー、気温が今三十二点五度、湿度がね45、四十五パーセントで。爽やかな風が吹いてるんですよ。うん まあ、もうあの天気としてはまちょっとあと二三度低けりゃいいですけどもそれでもねそんなにあっちって感じでもないですし、えー、風が浮いてますから爽やかですから、まあ、とってもいいお天気ですまあ、東京もねあ<の><と>東京どうですか一時の暑さと比べると今ね日光、ね、放送の屋上の温度計十九度なんで、うん、少しホッとするかなという、ね、でも今日関東は梅雨明けしてませんよねまだどんな天気ですかです、ね、いやでもねピーカン今は かなり明、ね、明るるいいですよね、うん、明るいんだ<が>晴れてて梅雨明けはしていないけど,けど気温は低めとはいどうなるんですかね、関東の梅雨明けはねそれにしても今日7月20日ですから、はい、今こう、頭のどなりであの日にちを言ってですねあれもしかすると今日から大方の学校は。 夏休みじゃないかと思ったりとかして、はい、うちの息子小学校三年生ですけど今日が休業式です。ああそうですか、はい、保護者の皆さんご苦労様です。これから大変ですよ。子供の小学生で子供のお昼作ったりとかね、しなきゃいけませんから。朝からうるせえなあね学校作りにはいいのにとか思ってらっしゃるお母さんも結構いらっしゃるのではなかろうかと。うちの妻が冷凍食品買い込んできて、これから先はもうお弁当作る。 最近、ね冷凍食品私もいろいろ怒ってましてねこの間、まだ買ってないんですけどそろそろ買おうかなと思っているのは冷凍の焼きおにぎりってやつがどうもいいらしいといううを聞いてこれ、冷凍の焼きおにぎりとかいいんじゃないかなんか客が来て飲み会やった後にですねちょっと小腹が減ったなみたいな時に冷凍の焼きおにぎりかな買い足して出したらいいんじゃないかと。いでね 今日、梅雨明けなんですよ、えー、それで今日なんかそんなに暑くないんだけども、はい、今日私、私、あのー、いつものようにぽこぽこ電車で来たんですね、で電車に乗って、あのー、大体来るときに京阪電鉄に乗って京橋というところから JR に乗り換えて環状線で大阪駅で降りるか、はい、それとも、えーえー、京阪電鉄の最終駅の淀屋橋というところまで来て、ですね<ー>淀屋橋からこの日本放送の関西車ブリーゼブリーゼという 3K、えー。 のビルの中に入っててるるんでですがそこまで歩いてくる、はい、ちょうどあの、ね、北新地と呼ばれる飲み屋街、うん、この飲み屋街を突っ切る形なんですよ、斜めに突っ切るとここに来られるんですが、大体、はい、淀屋、まあ、橋から歩いてくると20分ぐらいかなで、ちょうどいいぐらいの距離なんで、今日は歩こうと、でそんなに暑くもないし、うん、歩き始めたら。 よその与大橋の駅降りてすぐのところに大阪市役所っていうのがあるんですね、はい、で大阪市役所の前っていうのが、うん、まあ大阪にも何箇所かあるんですが東京でいうとそうですねあの新橋の駅前と同じように、はい、大阪市役所の前というのは、えー、テレビの街頭インタビューの、まあ、よくあるスポットなんですよ。はいえー、でそこを今日歩いていてたら いましたよテレビカメラがいましたよ、若い女性記者がですね<ー>、えー、あのインタビューしてるのかなと思って遠巻きに眺めたらですねどうやらなんか、ね、大して暑くないのに、はい、梅雨明けだから暑い暑いの取材に来てるらしくて。 熱いです、ね、みたいなことをこうななんか無理やり街頭の人に喋らせているわけですよ、そしたらまあ街頭の人もです、ね、いや昨日までに比べるとそんなに暑くないんで今日はそんなに暑くないですよみたいな返事しか来ないとです、ね、オンエアで使えないと思ってじゃけんに扱ってるというのを見ててあこれは俺の出番だと俺,の出番 <laughs> 俺が出て行って暑 <laughs> いよねーって言ってやると、ね、その記者も。 ノルマが果たせて帰れるんじゃないか優しいな、俺は。優しさを発揮しようと思ってですねただ、街頭インタビューですから街頭インタビューしてるのにこちらからインタビューしてくれって言って飛び込んでいくわけいかないじゃないですか向こうに見つけてもらうしかないわけですよ。それで、その女性のリポーターととにかくまず目線が合わなくちゃいけないと思ってもう宗派を送るってやつですか。 ですね。はい。選んでるように。ええ、私の目線を避けるんですよ。い,そ,うい,う、ね、いそれはそうだね。わかるんですえそうかな。辛坊治郎さんだって、分かっちゃってるそうそうそう。いやいや、まあ、いや、そんなことないと思います。す私、帽子まぶかにかぶって、マスクしてますから。 私だとは気が付いてないと思いますよ、ただ、だけど、街,街頭インタビューしてたら、なんかあの遠巻きにずっといる怪しいじじいがいるなとは、恐、うん、らくスタッフ一同思ったとは思いますけれども、そ,ううそれにしたってね。 一生懸命インタビューを求めて目線を合わそうとしてるのにわざと目線を外すってどういういこことだよこれ向こうにも選ぶ権利があるじゃないですか使えるコメントを <laughs> 絶対使えるコメントを喋ってた使えるコメントが出てきそうにないと思ったんですよそうでか絡まれてこう、ね、時間無駄にするとオンエアまで時間がもうなくなっちゃうなとかいろいろ思ったんじゃないですか <laughs>、うん、<laughs> 夕方ニュースっつってもなこれ搬入して編集するまで考えると3時には分からなきゃなんないとか。 クソそうだぞあのおじさんはっていうね。いやいやそれで編集してですね誰も気がつかずにオンエアまで行ってでオンエアに乗って電波で流れて、えー、リスナーさんか誰かがこれそれを目撃してですね <laughs> 通報してもらうというのが理想的展開だったんですよ。かつてのあの三上さんのように、ね、三上洋さんはね <laughs> そのパターンで出てました三上さんのように <laughs> 私もそれを狙ったんです、ねね、もうどうやって頑張ってもですね目線が合わないんで もうちょっとひとしきり頑張ったんですけどね、数分間が粘ったんですけども、これダだめだと思って、もう諦めて歩いてきましたけどね。<laughs> <laughs> そんな毎日です。めでたな時間を過ごしになってもまだ言うな。どうぞ先に進んでください。<laughs> はい。うん、じゃあ株と為替いっちゃいますね。はい。えー、東京株式市場日経平均株価三営業日ぶり反落でありました。昨日と比べて四百五円五十一銭安。三万二千四百九十円五十二銭で取引を終えております。半導体関連銘柄の値下がりが重荷となったほか、えー、昨日およそ二週間ぶりの高値をつけたという。 反動もあって当面の利益を確定するための売り注文も出たということです為替1ドル139円40銭付近で昨日のこの時間と変わらずとなっております辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は自民党が東京28区に候補者を擁立というニュース そして5時台はロシアがウクライナ入港のすべての船舶を軍事物資の運搬船とみなすと表明というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は z o o m z o o m 1 2 4 2ドットコム 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディング5時26分頃にお送りするズームをミュージックリクエストのお題は、街頭インタビューの記者と目線が合わなかった時に聞きたい曲。<laughs> 街頭インタビューの記者と目線が合わなかった時に聞きたい曲。<laughs> ああええー、ちょっとね。何ですか。そこでそうやって二人で考え込むのをやめてください。<笑><笑>えーね、考えるのはあのリスナーさんに考えてもらいたいんですけここであの三人で考えたところで, <laughs> で、ねえー、あまり意味がないと思います。<laughs> はい、頼りがいのあるリスナーの方がねたくさんいらっしゃいますので。よろしくお願いします。はい、お待ちしております。選曲の理由も書いて、zooom at mark 一二四二 dot com まで送ってください。お待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。 大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずはえ、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。秋田県での記録的な大雨の影響で、盛岡駅と秋田駅の間で運転見合わせが続いていた秋田新幹線は、今日5日ぶりに前線で運転が再開されました。 日米韓3カ国は岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領そして韓国のユン・ソンニョル大統領による首脳会談を8月18日にワシントン郊外のアメリカ大統領の山荘キャンプ・デービッドで開催する方向で調整に入りました。 財務省が発表した6月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を引いた貿易収支は430億円の黒字でした。黒字は23ヶ月ぶりです。原油価格の下落などを背景に、輸入額は前の年の同じ月と比べて12.9%減りました。輸出額は半導体不足の緩和でアメリカ向けの自動車などが伸びたことで、 去年の同じ月と比べて1.5%増えました。日産自動車は、2025年以降に北米で販売する電気自動車について、アメリカのテスラが開発した充電規格 NACS を採用すると発表しました。北米ではテスラの規格に乗り換える動きが相次いでいます。日本勢で参画を表明したのは日産が初めてです。 日本政府観光局が発表した6月の訪日外国人客数は207万3300人でした。200万人を超えるのは3年5ヶ月ぶりで、コロナ禍前の2019年6月と比べて72%の水準まで回復しました。今年上半期の刑法犯の認知件数は、 前の年の同じ時期と比べて21.1%増加の33万3003件で、上半期として21年ぶりに増加しました。自転車の窃盗や路上などでの暴行の該当犯罪の増加が目立ち、警察庁はコロナ禍の行動制限が緩和されたことが要因と分析しています。 日本マクドナルドは、昨日から都心店と準都心店を設定し、立地によって値上げを行いました。対象となるのは、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の184店舗で、全国およそ3000店舗のおよそ6%です。ビッグマックの単品では通常店が450円で、都心店では500円です。 マクドナルドはこれまでも30の都心店や空港などの特殊立地店では通常店よりも価格を上げて販売していました JR 東海は東海道新幹線で使用されている車内チャイムの楽曲アンビシャスジャパンを明日7月21日の始発からウーの愛にゆこうに変更します アンビシャスジャパンは新幹線の品川駅が開業した2003年から JR 東海が保有する車両で使われてきましたはい、えーはい、アンビシャスジャパンのどうぞっていやこれねあの今日の日経新聞に、えー、一面広告が載ってますけれども。 あそうそうなんですよ。関西出てないよ。ああ本当ですか。うん出てないじゃ,いれじゃあ,あれかな関東限定、ね、だろうかな。はい。え日経の一面？えっとそうですね二十年かなんかにね。えー？二十面？二十年じゃ大阪版は出てないな。あじゃあこちらだけかな。大阪版は出てないぞ。あら出てない。二十面は面価格は価格。 語るワイヤレスイヤホン中古品一割高い。ほうほうほう。あ、二十面じゃないかもしれない。 ごめんなさい。あ、十四面ですね。十四面に共に走り続けた友もというですね。<laughs> <ん>えー、広告が出てますが、ああ心躍った旅行の朝、緊張した出張帰り、新しい暮らしにワクワクした春、遠く離れた大切な人にようやく会った,た。出てるわ。出てますか。たとえ世の中変わっていましょう,ような時でも。明日から新幹線の車内チャイムは会いに声変わります。そうなんですよ。出てました。はい、そう。前年広告。はい。二十年ですよ。私ちょうどね、二十年前は就職活動をしていた時期で、えー、朝もそんな話をしたんですけど。<laughs>

単単品品ででビッッッグマック1つ500円、うん、セットじゃなくて単品ですよいい値段になりました、ねうん、いや最近値段が上がってるのは別にあのマクドナルドはちょっと去年から値上げの回数が多いのとそれからあの場所によってだいたい基本的に日本の,あのその手の店例えば牛丼屋さんとかなんとか全国展開してるところってどこで食っても同じっていうところが多いんですがやっぱりあのどう考えたって <laughs>。 地下がただ同然みたいなところと、はい、それ銀座の真ん中の店と同じ値段じゃやってらんねえだろうとうんそれ人件費だって全く違うからだからまあ合理的っちゃ合理的なんだけど、うん、なんか同じ看板が掲げられてると日本全国同じ値段に慣れちゃってると行く店によって同じチェーン店なのに値段が違うっていうのはどうなんだろう受け入れられるんだろうか。 確かにね。あれ、同じもの食べてるのにって釈然としない思いになったりします。同じもの食べてるけれども、場所代ってやつがあるからな。そう言われるとまあそうなのかもと思うんですけどね。さて値段が上がってるというとですね。8月からあの大阪の usj うん。あのもう4年ぐらい前に大阪の usj は？ えー、季節によって変動価格性に変えてるんですけれども、<ー>えー、今年の8月1日から、ですね8月,水準の8月中旬の1日券の大人価格、えー、1万400円になります、これ1万400円という値段がどうなのかというとですね。<laughs> あのまあ、そういう変動価格制が導入される前、スタート当時、2001年にユニバーサル・スタジオ・ジャパンって開業してるんですが、はい、2001年の開業当時の入場料金、1日券、まあ、いわゆるパスポートみたいなやつですね、はい、ディズニーランドでいうところの、5500円ですから、はい、5500円が1万400円だから、<ー>だからこれ、子供が例えば3人とかいるとか、ね、家族が多い、<laughs> はい、大変ですよ、<ー>こりゃ。大変 本当だから、まあ、この20年ぐらいで、20年、30年で、まあ昨日も冒頭、その話しましたけれども、<ー>所得はどんどん下がっちゃってるのに、<ー>物価はどんどん上がってですね、<ー>まあ,あの、簡単に言うと、貧しくなってるよねっていう、<ー>結構実感してらっしゃる方、多いんじゃないかと思いますけどねねねももういいと遊遊園園地地連れて行けないで、ね、この<ー>すよよ本当だよ、ね、<ー>ただた私子供の頃も遊園地やっぱりね。 私なんかね結構ましゃぐれた子供でね<う>連れてく親としては嫌だっただろうと思うんだけども <laughs> あの心の中でもう休みになると朝からドタドタその辺で、ね、ひっくり返って足バタバタさせてどっか連れてけ遊園地連れてけって言うんだけど<ー>いざ連れてってもらうとですね、はい、当時はあの 一日券とかなかなったんですよ<ー>乗り物一つでいくらかお金払わなきゃいけなかったんで <laughs>、はい、も子供心にいや父ちゃんにこの金を出さすのは申し訳ないなとかね。<laughs> <laughs> うん、そんなことを考えながらですね、うんえー、乗ってたことがありますね、連れてく側としては、うーん、よ <laughs> なことを考えるガキだなときっと思ってたのに違いないな<ー>、はい、親思いの、はいえー、親思いっちゅうのは、だったら朝から手足バタバタさせて遊園地連れてくれとか言わなきゃい,ないさて、えー、その一つ前のニュースですね、<laughs> 刑法犯の認知件数、前の年の同じ時期と比べて21%増加。 久しぶりですねとにかくね、はい、刑法犯って もうこのさっきの2000年代初頭から比べると、ピークはやっぱり2000年代の初頭がピークだったんですが、日本の刑法犯って、年間300万件ぐらいあったんですよ、それが急激にこの20年減ってきて、今もう年間50万件を切る勢いぐらいまで落ちてきてるんですね、だから今年は上半期伸びたんで、年間50万件はどうも超えそうですけれども、それでもピーク時に比べると、 5分の1とか6分の1ぐらいの刑法犯の数なんですが、どうなんだろう、体感治安という意味では、はい、そんな犯罪が5分の1も6分の1もこの20年でなりましたっていう感覚を、誰も持ってないと思うんだよね、なんでかな。まあ、件数が少なくなると、一件一件報じられる場合、ね、重さが重くなるとか、そういうのもあるんでしょう。 うん、それとね、昔はそんなアホなことしなかったよねっていう、うん、例えば銀座の宝石店にバール持って押し入れてですよ、うん、ガンガンたたき割って、そんなもんすぐ捕まるに決まってんじゃんっていう、アホ、うん、じゃねえかこいつっていう、なんかそういうの増えたかなっていう、ああいうのがあると、なんか一軒あると、すごい体感治安悪くなるなっていう感じありますよね。 でまあ、大阪の街頭犯罪なんかは、確かにね、20年ぐらい前に比べるとずいぶん減ってるんです、うん、この話前も、前もしましたけれどこの20年で大阪の街頭犯罪が決定的に減ってるのは、はい、まあこれも、あのー、思想傾向によって賛否ある話なんだけれども、まあ、要するにプライバシーの問題で反対する人も確かにいるということは理解するんですが、はい、街頭における監視カメラの設置というのが、うん、特に大阪あたりのひったくりの、 現象に、決定的な特効薬で効果を発揮しているということは言えますんでね、それはまあ、うん、そうそう賛否はあるのかもしれないけれども、別に、まあ、ホテルの部屋の中に監視カメラつけられちゃたまたまじゃないけど、<ー>公共空間って、公共空間もめんどくさいことになってですね、私なんかあの。の こういうい商売やってるじゃないですか、それ外うん、さっき冒頭でお話した街頭インタビューなんですよ、はいはい、街頭インタビューで、昔は街頭を歩いてる人の顔がテレビに出たから中ち、うん、それ、問題にならなかったじゃないですか、<ー>これ、世界的にねあの、判例があるんですね、かなり古い判例なんだけども、えーえー、家の前でこう座ってたと。 ね、家の前の庭先みたいなところで座ってたと、自分の敷地の外だと、うん、私外からカメラで撮られたと、ね、その写真がなんか新聞から載ったと、うん、プライバシーの侵害だと訴えたときに、それが認められるかどうかって話で、はい、昔はね、いや、その公共空間にいた場合には、そういうのはプライバシーの侵害にならないでしょっていうのが、一般的な、世界的な判例で、うん、世界的にまあ公共空間にいる場合の、 顔が報じられても、それ写真撮られてもっていうのが昔だったんだけど、今、例えば私なんか、ユーチューブで世界の空港かなんかこう公開するじゃないですか、そういう時にやっぱりね、ちょっとモザイクかけないと。使いますよねだけど、それ公共空,空間だからどうなんだろうな、そこまで配慮しなきゃいけない世の中になっちゃってきてるという現実もあります。フラッシュでした 7月20日木曜日時刻は午後4時3分を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと飯田浩二の3人でお送りしております今日もご意見をいただいております、はい、ありがとうございますありがとうございますラジオネームがチーバ君のおしりさん辛坊<お>さん冷凍食品の焼きおにぎり美味しいですよ 我が家の冷凍庫には常備していますやはり小腹が空いた時などに便利です今はいろいろな種類の焼きおにぎりがありますよそうなんですよね <laughs>、うん、でもね考えちゃうんですよね、えー、しし家でご飯を炊いてですよそれを三角に握って、はい、醤油つけて焼いて、はい、それを冷凍させれば冷凍すれば自家製の焼きおにぎりができるわが上が上るわけでしょまあそれはそうですね、まあ、何も買ってこなくてもいいんじゃないか それでも別にいいと思いますけどううなんだろそれがね意外とそんなに高くないんですよ、冷凍食品は。手間考えたときに自分の人件費で時給いくらと換算したときには買った方がいいかなとかねねそここが悩みどろなんート食品は美味しさとあとやっぱりねその時間、手間を買うというか。ですよ、そこですよ。 <laughs> いやだけどさ、焼きおにぎり作るという行為自体が、人生における一つの楽しみっそうすると、まあ、<ー>冷凍食品を買って時間を買うという考え方もあるけれども、うん、なんか人生のベーシックな楽しみを失うんじゃないかという、そういう思いもあるわけです。 だったら握って、召し上がればいいんじゃないですか。死のうのいうふそういうことか。そうだな。死のうの言わずに。握れよと。ここでつべこべ言わずに握れっていう。おっしゃる通りです。全くその通りですね。失礼しました。それからですね。こちらの方、お名前がないんですが。辛坊さん、こんにちは。初めてお便りします。 九十五歳の父の勧めでポッドキャストを聞き始めて十年近くになります。えー、すごいす、ね。九十五歳のお父さんがポッドキャストを勧める。そう,そうそうそう。すごいす、ね、ですね。今サンディエゴに来ており、辛坊さんもここにおられたんだと感動しています。いいところですね。す風が爽やかで気持ちいいですサ。サンディエゴのあの港に突き出すような形でですね。あれはなんなんだろうな、埋め立て地みたいなところなんですが、三日月型に出てましてね、この船体の船。 先端のところにあの公園のマリーナってよと止めるところがあるんですがそのインターネットで予約ができるんですね今優れてますね<ー>そういうのってでそこに私は確かにおりました<ー>はいサンディエゴ素晴らしいとこです楽しんでください私ねここねいっぱい海岸線にね<ー>あのまあお金がかかるんだけれども観光用の昔の古い帆船なんかがたくさん係留してあるんですよ<ー>で前回それ行けなかったんでちょっとサンディエゴのあの帆船訪ねていっぺん行ってみようかなとあら 思っております。いつ行くんでしょうかね。いつ行くのかしら。それなりに時間かかる。そうですね。まあでもね、あの全世界からでも機械使えば放送はできますからこれ。あ、そういうことですね。何を言ってんですか。あれ言ってたよ。しっかりとがっつり残り人生そんなことしてる暇ないんだ俺は。そんな。そうですよね。おにぎり握ったりしなきゃならないですしね。そうなんです。はい。 <laughs> さあまだまだあなたからのご意見お待ちしておりますので、ぜひお寄せください。メールの方は、<noise> z o o m 二ドットコムで感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字でしんぼうじろう、カタカナでズーム。ハッシュタグ、しんぼうじろうズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、 街頭インタビューの記者と目線が合わなかった時に聞きたい曲です。ちょっと難しいかもしれませんが、選曲の理由も書いてこちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。 自民党が東京28区に候補者を擁立。自民党は衆議院小選挙区定数の10増10減に伴い新設される東京28区を含む東京都内5つの選挙区で次の衆議院選挙の公認候補予定者となる支部長を選任,選任しました。28区では、 公明党が独自候補の擁立を求めておりましたが、自民党はこれを拒否しております。なんだかこういうのを喋るのはきな臭いね。飯田君。<laughs> な君好きだろいやいやいや、好きだろうって、そんな,そんな,そんな <laughs> やっぱりこういうのって、やっぱり公明党の代表とか登場していただかないと <laughs> いやいやいや、本当にきな臭く,くなっちゃうじゃないですか。<laughs> <laughs> そうなんですよね <laughs> 特に最近ですね、<laughs> はい、あの自民党と公明党、はいあ、連立を組んでもう何年ぐらいになりますかね、そうです、ね、20年うん、ざっと20年ですね。 <え>まあ20年以上で連立を組んで20年になると、<laughs> はいえー、最近、ちょっとずつ圧力みたいなもの、<laughs> ほころびみたいなものも出始めて、やはり夫婦というものも、長く付き合ってくると、いろいろなことが起こるものですけれども、気をつけてください、ぬるっときますから、きょは。<laughs> ぬる,る <laughs> ぬるっと。いやいや、い,いけてる、いけてる、最終的には、元の鞘に収まるといいますか、落ち着くべきところに落ち着くものであると思っております。<laughs> 代表 ちょっと伺いたいんですけども、安倍政権第、2> <laughs> 第2次の安倍政権以降、はい、特にあの公明党は大臣のポスト1つだけ、国土交通大臣というのをずっと、えー、歴任をしてきていると、はいで、なぜ国土交通大臣なのか、そして今後もやっぱり国土交通大臣というポジションは死守するのか、連立を組むにあたって、はい、このあたりについて、どううでしょうかまあそれはですね。 いろいろな連立を含め政治の状況というのもありますがやはり公明党にさまざまな期待が寄せられている中で 政策を進めるという意味でも重要なポジションであると考え、これはそうだね時間の無駄だねというのがですね。時間の無駄ではあの意味のあることを語ってはいけないという結局が、そりゃそうですよ。今気なくさいってさっき言ったばかりでしょ。話は出てこないわけで当然ですよ。そうだね。そこで意味のあること言っちゃったりなんかすると大事になるからねこれは偽物ですからね。これはそう大前提これはあの一言なんかおざなり謝罪すには済むって話じゃないから。ね <laughs> これは本気の不祥事になるからね、それでいうと、なんで公明党がここへ来て、ここへ来てやっぱりね、<laughs> はい、国土交通大臣というポジションに関して、自民党が奪還を図ってるという説があるわけですよ、あすね、それはまあやっぱりね、はい、大臣の中で国土交通大臣って、はい、まあ大きな声では言いづらいですが。はい 利権の塊だからね公共事業でで利権の塊だからこそ自民党としては公明党に譲ったところもあるんだよね。はい、やっぱり自民党の中で利権の塊の国土交通大臣を自民党の議員が、えー、やるということになったときに、はいまあ、いろんなハレーションが起きる可能性があるのでここはそういう意味では。 あのクリーンを辞任しているというかう、えー、そこが売りの公明党の人に大臣やってもらった方が政治的なスキャンダルが起きにくいと。 まあ、しかもね、ねその一番最初に、まあ、国土交通大臣を占めたのは大臣で安倍政権の時に太田さん、まあ、前の代表の方だったわけですが安倍さんとは個人的に非常に良かったというのもありですねでかつ、もともと国土交通省というと建設そして運輸というところを考えるとですね、えー、安倍さんだとかのお派閥、清和会ではなく。 どちらかというと、まあいわゆる旧田中川と呼ばれるようなですねえー。形成界の地盤であったということなどもか。言うよね っていうね、かつてはの歴史の話ですよ。歴史的な事実のみを私は述べたのみでございます。性的な利権を奪うと。いやいや。妄想だったと、そう言いたいわけですね。いや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 客観的な。事実を申し上げたのみでございまして、志保がそれに結論付けたと。大田君だか飯田君だからわからないと思って。もう名前も入り乱れてめちゃくちゃになって。ええまあそんなこんなでね。で自民党としてはそれで公明党にまあそれでまあ非常に重要なポ。 なので、はい、大臣一つで、えー、連立を組む代金としては安いもんだっていうところだったんだろうと思いますが、<う>ここへ来て、はい、やっぱりちょっと国土交通省の利権ってあまりにもでかいもんだから、これちょっとやっぱり自民党の中に取り戻したいよねっていう、そんな意見もありので、でま、たのちょっと綱引きが<へ>、はい、いやあの、安全保障上の話なんかも出てきて、国土交通省は海上保安庁持ってますんで。 その辺もまたこう自民党というか、政府全体として、いや、どうよというような話も出てきたりなんかしてるようです、ね、それに加えて、今回のえいろいろ結論的には、次の衆議院選挙では、東京以外では自民党と公明党の選挙協力は続けましょう。はい、えだから例えば大阪では4つの えー、19の小選挙区のうちの4つの小選挙区では、自民党は候補を立てないと、はいえー、公明党の候補を立てるとで、まあ、そこは維新も公明党との関係というのが、いわゆる大阪と構想に絡んで、必要だったんで、今までは配慮してきたんで、そこには維新も立たないと、うん、だからその大阪の19ある小選挙区のうちの4つの小選挙区って、実質的な戦い、その上、あの東京あたりと違うのは。うんはい 立憲、えー、とか、旧民主党勢力が極めて弱いんで、<ー>候補者立ててこないわけですよ、うそうすると実質、その大阪の19ある小選挙区のうちの4つの小選挙区では、賞、はいえー、味の戦いが、これはまあ関西風に言いますけど、賞味の戦いが公明バーサス共産みたいな。はい そこの有権者としては、公明党に入れるか共産党に入れるかの選択肢しかないというような状況だったんですけど、次の小選挙区からどうも維新が候補を立ててくるようだと、どうも立ててくるようだじゃなくても、もここはすで、はい、に維新は公募を終えて、選任を始めてますから、だから確実にどうも、あのここから先、まあ、維新と公明党の間でなんか、 手打ちみたいなものがありゃ別ですけれども、もう,もうここまできたらなかなかね、後ろに維新も引けないですから、立ててくるでしょうよ、大阪はそんな状況ですね、だけど大阪は、えー、あの東京じゃないので、東京以外は選挙協力続けますということなんで、その4つの小選挙区には、えー、自民党は候補を立ててこないと。 お互いに協力しましょうと、で問題は東京ですよ。<ー>東京はどうなっちゃったかというとですね。はい、まあ、東京十二区というところがもともと公明党の指定席だったんだけど。そうですね。まあ、今度は、あの、選挙区の区割りが変わるので。はい、公明党は二十九区に。 12区で議席を持ってた候補を29区に回して、ここに立候補させますと、はい、だけど、次、25の小選挙区から30の小選挙区になって、12区から29区にくら替えして1人だけ中野のもな、もう1人ちょうだいよって話になって、28区まああので候補立てたいと言ったら、自民党が絶対嫌だって言ってですね、どうも自民党、この28区というのは。 えー、新しくできる選挙区なんだけども、これはもう支部長を決めて、はい、自民党は候補者立てる方向ですよねそうですね、はい、安藤隆夫さんという方の一方で、12区が、公明党の12区くら替えして、はいえ、新29区に公明党は立候補する、ここに関して言うと、自民はまだ支部長決まってないんだよね、これ29区に関しては、まあ、基本的に。 うん、ここはあ、ね、地方の県連、トレーン、トレーレ,レベルで、はいえ、だから東京では選挙協力はしないとは言いながら、29区に関しては自民党は候補者を立てずに、はい、公明党の候補が出てきて、ここに自民党は選挙協力を、まあ、実質するという形で終わる、決着するんでしょう。 うんおそらくはそうなるんだろうとうだけど、注目はですね、はいえー、この29区には今度はあの維新が候補を立ててきますから、ええええ、でなおかつあの大阪と違うのは、やっぱりあの立憲民主党の、えー、勢力もそれなりにあの大阪ほど壊滅状態ではないので、うんはい、そうすると。 えー、この辺りの選挙協力どうなってどんな戦いになるのかというのが29区、まあ、これ、あのー、今までの12区の、まあ、隣みたいなもんなんです、ね、足立区の辺りなんですけれどもはい、はい、この辺りの自民党の、まあ、トレンの地盤とされている方がですね、えー、高島さんという方でこの人は、えー、トレンド幹事長だとかをやっているドンなんですが<ー>ところがです、ねまあんまりいやそんな地元がいきなり来られたってみたいな感じになっていて。 ちょっと揉めてるっていうのがこっちはこっちであったりなんかしてでまた28区の安藤隆夫さんという人が今回、この支部長になったんですけれどもこの人はもともと八王子の方でお医者さんやってる方で八王子というとですねトレンド会長の萩生田さんの地元だったりもするというですねこういろんなものが実は複雑に絡み合っちゃってるっていう、ね、これその、まあ、29区は最終的に公明党が候補者を立てる自民党は候補者を立てないと基本的に自民党は公明党を まあ、応援しましょう、だけど問題は東京の28区、えー、公明党は候補を立ててくるだろうと、ではい、東京の28区の今、えー、自民党の支部長になっている人は降り,降りる気配はないと。い28区で 自民と公明がガチンコの戦いに突入するということになるわけですかいやーこれが今のとこ公明が28区ご了承をするかどうかって要望はしてるけれども具体的な人選まで行ってるかってことこう微妙なところをして。というようなことで、うん、この選挙区の区割りと候補者に関して言うとですねこれ喋り出すと。はい えの結構、きな臭いところに突入していきますから <laughs> 次参りまいきましょう、はい、続いて解説するニュースこちらですアメリカ国防総省は18日オースティン国防長官が今月下旬南太平洋のパプアニューギニアとオーストラリアを訪問すると発表しました。 現職のののアアアメリカの国防長官がパプニニューギニアを訪れるのは初めてですえまたオーストラリアにはオースティン氏とともにブリンケン国務長官も訪問しアメリカとオーストラリアの防衛外務・防衛担当閣僚会合いわゆる2プラスでをもともと、はいえー、今年日本で行われたサミット,ミットでアメリカ大統領は日本に来た あその後ですね、はいえー、このパパニューギニアに行く予定だったんだよね、行く予定だったんだけれども、あの時にあに、はい、予算の上限問題というので、議会でもめてたから、えー、どうしても帰らざるを得なくて、ですあ多分日本に来たのは、私の見るところ。 ゼレンスキーが日本に来るというようなことも水面下であって、はいえー、日本にはまあそれで来るけれども、えー、その後のパプアニューギニアの予定をキャンセルしちゃったんだけれど、パプアニューギニアとの関係は、ちょっとやっぱりなんとかしとかないとまずいよね、アメリカ大統領が行こうとしてたところだからね、はい、でまあ今回、国防長官が行くと、うん、でパプアアニニューギニアっていうと。 多くの日本人のイメージでいうと、そうだな、私なんかのイメージでいうと、ですねはい、えー、水木しげるさんですね、お<ー> <laughs> 水木しげるさん、あれ、パパニューギニアじゃなかったっけ、はい、ですよね、か確かね、はい、あの、ええ、戦時中にパパはニューギニアにいて、ええ、あそこでいわゆる、その、えー、な,なんていうかな、神々に接する機会になったんだと思いますが。 これがですねあまり知られてませんがパプアニューギニア中とイギリスイギリス連邦の国でだからまあそういう意味では西側にかなり近いんだけれどもこの辺り一帯が今中国の進出がすごくてパプアニューギニアのすぐ東にソロモン諸島というのがあるわけですよ、うんはい、ソロモン諸島中と一番でっかい島がガダルカナルで、うん、第二次大戦中にまあ、うん 日本,日本兵がえらい目にあったところですね、すねえらい目にあったのは日本兵だけじゃないかもしれませんが、うん、まあまあ、とにかくあの、はい、えらいことになったところですよ、はいえー、その後も日本との交流も結構盛んで、ですね、ええ、この話はかつてしたことがありますが、私の知り合いで、えー、20代の時に関係があった、関係があったというか、男性ですけど、一緒に仕事をしていた方が、ですね仕事を辞めて。 えー、テレビ技術を、だから青年海外協力隊として、うんえー、ソロモン諸島の,あのホニアラっていうのが首都なんですけれども、はい、そこに行って、テレビ技術を教えに行ったんですよ、彼は。 そのぐらいやっぱり日本との関係も深いんですがこのオチは前お話ししたようにそいつが泣きの電話もっていうか手紙をくれて「辛坊、えー、さん僕はねテレビ技術を教えにねソロモン諸島のホニアラに来たんですよ」と「ほん,ほんほで頑張ってる?」ってところがねソロモン諸島にはテレビがなかったんですってって「ええー?」みたいに「<laughs> お前何しに行ったの?」っていう。 まずこれが実話なんですけども、うんはい、ところがこの日本とも関係が深かったソロモン諸島が今、どんなことになってるかというと、はい、中国と去年の4月に安全保障協定を結んでしまいました、完全中国圏です、はいで、この辺りの南太平洋の島が次々ですね、うん、中国の借金攻撃、借金付け攻撃っていうんですかね、はい、金貸してやるから港作れよとかって話になって、うもう何千億の金を借りたんだけども、借りるんだけども。はい え返せなくなっちゃった、じゃあ返せないんだったら、その港使わせろよみたいな形で、中国が今、権益をどんどん広げるという、借金付けにして首が回らなくなったところで、権利を主張するというところの。 南太平洋は主戦場になってますから、やっぱこの主戦場の中で、やっぱりイギリス連邦のパプア・ニューギニアを中国の方に持ってかれたら、もうちょっとやっぱり東アジアの、ていうか太平洋の西側の安全保障上、極めて重大な影響が出るので、ここはやっぱり、なんとかすぐ東のソロモン諸島がそんなことになっちゃってるんで、パプア・ニューギニアだけはアメリカにつなぎときたいと。 うん、えーというようなこともありので今回えアメリカのオースティン国防長官がえ今月の下旬にパプアニューギニアを訪問するというのはそういう意味がありますよというそういうニュースですズームオンでした7月20日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですこんにちは日本放送の飯田浩二です 時刻五時を過ぎましたのでズームミュージックリクエストをご紹介してまいります<い>今日のお題は街頭インタビューの記者と目線が合わなかった時に聞きたい曲、うん、必死に辛抱さんがね目を合わせようとしたんですけれども虚しくそうなん <laughs> これかからなかった避けるかっていうね千葉県八幡市五十歳のトラックリムジン DJ 忍さん リクエスト曲は j ですかね。まさにまさにてね、結果的に無視されて何も言えずじまい、悲しいですよねという、<laughs> それから長野県作詞のうーちゃんさん、47歳男性は、街頭インタビューの記者と目線が合わなかった時に聞きたい曲ということで、リクエスト曲は、ディーンの、瞳そらさないでをお願いします。<laughs> あ、そうでしたか。東京都のあの喋るときはちゃんとはっきりオンで言ってくださいね。遠くの方でもそうそう言わない。伊沢君、はい伊沢君、だよ。放送中でした。東京都のアンコロモチさん、四十三歳女性はですね。アンコロモチさん。アンコロモチですね。アンコロモ食べたいですね。ね、おいしいの食べたい。パッと思いついたのはクレイジー・ケンバンドのタイガーアンドドラゴンです。これは歌詞に。 俺の話を聞けとあるのでぴったりじゃないですかとなんかこの番組定番ですよねこの曲ね <laughs> これもたくさんいただきますね、はいうん、茨城県つくば市のチャーハン大魔王さん五十二歳男性はですねムーミンのテーマをお願いしますわ <laughs> <laughs> かりますか <laughs> ね,ねムーミンこっち向いて <laughs> って,っていうことでねそうですね、うんえー、ムーミンのテーマですか、うん 懐かしいっすねブルミンパク地元じゃないで、ま、すかあ、そうですね反応ですね反応<ん>、はい、です 地元でもないんですけどね、私地元イルマですから。そうなんです。あの駅でね、その向こうがね、武士元カジ反応です。<laughs> そうです。そうです。<laughs> まあ、でもね、多分ね、その辺り飯田君からしたら一緒なんですよ。え、あなた。お <laughs> はようござ確かに。怒 <laughs> ることでもないな。今 <laughs>、そうですね。<laughs> えー、ラジオネームが南埼玉郡のしゅんと申します。で、また埼玉の方ですね。ありがとうございます。テレビ 曲のスタッフは辛抱さんの凄まじい目力にたじろいていたんだと思います。<う>えー、そのスタッフの心情を表す、この曲をリクエストします。堀内孝雄さん、君の瞳は一万ボルト。<ー>はい。あ、あれ一万ボルトだったか。<laughs> なんかずっと百万ボルトだと思ってたら。一、ね、万ボルトって私も間違えちゃうんですよ。一、ね、万,万ボルトか、正しくは十、うん、万馬力とかね、いろいろありますけどね。鉄腕アトム、鉄腕アトムは途中で馬力が変わってるはずなんだよね。<laughs> <ー>確かに、えー バー,そうボーアップっていうかですねあ<ー>力強くなったんですよ<か>真空管からトランジスタに変わったりしてますもんねあれ確か<ー> <laughs> そうなの確かなんかそんなあったような気がするんですけどね<ー>違ったかなまあちょっと適当なこと言ったかもしれませんけどみんなで適当なことを言い合う番組ラジオネーム阪神岡田監督のアレが見たいさ59歳は。 バービーボーイズで、目を閉じておいでよお願いします。目を合わせなくていいから、目を閉じて辛坊さんのところへインタビューにおいでよっていう感じで、どうでしょうかと。いろいろ皆さん、本当にお考えいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます本日のズームオンミュージックリクエスト、おい。ムーミンのテーマ。可愛 <laughs> らしいとこね、行きますか、ちょっと。誰が歌ってるか知りません。 誰なんですかね。まあちょっと調べていただいてムーミンのテーマエンディングでお送りいたします。さああなたからのご意見は二十四時間お受けしております。メールで送ってくださる方 zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間解説する話題はこちらです。ロシアがウクライナ入港のすべての船舶を軍事物資の運搬船とみなすと表明。ロシアが国 黒い海を経由したウクライナ産の穀物輸出の合意から離脱したことをめぐりロシア国防省は19日国海沿岸のウクライナの港を利用する全ての船舶について軍事物資の運搬船とみなすと表明しましたまたロシア軍は20日ウクライナ産穀物の積み出し港があるウクライナ南部オデーサ州で3日連続となる攻撃を行いました ロイター通信によりますとアメリカ・シカゴ市場の小麦の先物価格はこの1週間で15%以上上昇しておりますちょっとこれに関して気になる話題というか気になるニュースがさっき入ってましてね、はいえー、どうやらロシアはこの黒海に嫌いの布を始めたんじゃないか説があってですね。うんはい これ嫌いなんか、付設されたら危なくて、船走らせられないですからね、嫌、ま、い、あ、も最新型の嫌いいろんな嫌いがあってね、冬嫌いだのあの海底にロープでくくり、昔の嫌いってあの海底からロープでくくりつけてみたいな、途中で浮かしといてみたいなやつありますけれども、どうやら最新型のやつはあの外からえある程度コントロールができる、だから、とりあえず付設しといて、 でデッドラインかなんか越えた段階でスイッチ入れて、当たりは爆発、まあ、嫌いなんてあの規模にもよりますが、普通の商船だったら、大体1発当たりはもう、沈没しますからね、はい、だからロシアがどこまで本気でこれやるのかっていう、だから今、なんか3ヶ月のデッドラインというのを、まあ、作って、そこまでに何とかしないとやるぞって。 い、えー、いうようよなススタンスらしいですけどもちょっとあの歯止めが効かなくなってるんで最近のロシアはっていう感覚はありますねこんなね通商破壊みたいなことをこの21世紀にやるかというねうまあまあそも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 領土拡張のために侵略するかって話だけどね、まあ、おっしゃる通りですねう、はいえー、もう一つニュースがありますはい、はい、続いて解説するニュースこちらになります パスポートランキング日本は3位に後退イギリスのコンサルタント会社のヘンリーパートナーズが行ったビザなしで渡航できる国と地域の数を比較したパスポートの世界ランキングの最新版で過去5年間トップを維持してきた日本が3位に後退し新たにシンガポールがトップに立ちました もともとここ数年に三3位との差は僅差だったんで僅差だったんで、うん、いや、誤差の範囲っちゃ誤差の範囲なんだけれども、ええ、5年連続でトップだったのが3位に後退って言われると、うん、なんだかなっていう感じはしますけど <laughs> まあまあ、でもいずれもトップのシンガポールが192カ国2位のドイツ、イタリアスペインが190カ国。 日本、韓国などが189カ国で、な、うん、えー、で,で日本がこれ、伸びてこなかったかというと、ですねもともとこれ、あの、まあのまパスポート、まあ、これ、説明がいるかどうかわかりませんが、基本的に海外に行こうと思うと、まずパスポートってのがいりますね、うん、パスポートというのはあくまでも、はいえー、日本政府が日本人に発行する、日本のパスポートっていうのは、日本政府が日本人に 発行するので、うんえー、外国に対してこのパスポートを持っている人間は日本国民なので、えー、ち,ゃんとしてあちゃんと扱ってちょうだいねっていうそういうのがパスポートでじゃあ、そのパスポートを持ってその外国に入るためには外国が入れてくれないと入れないわけで、はい、その外国が入れてくれるかどうかはそれ,それぞれの国が決めることで、うん、これは、えー、基本的にはビザっていうのがいて。 海外に行くためには日本政府が発行するパスポートと行く渡航先の相手国が発行するビザというのが両方あって外国に行けるというのが基本パターン、はい、ただし、ビザに関して言うともうお互いに免除しましょうよという相互免除というのが、うん。 基本的な精神があって、まあ、例えば日本、A 国と、まあ、A 国と B 国にしましょう。A 国と B 国がお互いに国民が行き来するのに、もう A 国と B 国の間ではお互いにビザ免除しましょうよって、これが総合主義で、総合免除条約っていうのがあって、基本的にパスポートがど,どこまでビザなしで行けるかっていうのは、もそれに近いところがあって,日って、えー、日本のパスポート持ってると、日本のパスポート持ってる人には、 うちのビザはいらないから入ってらっしゃいねっていうのは基本的に相互主義に基づいてでなおかつ相互主義プラス日本の信頼みたいなものがあって、まあ、あのいろんな世界中の国のほとんどの人は、まあ、日本のパスポート持ってりゃ不法残留で働いたりする人はいないだろうから基本的に日本のパスポート持ってる人には観光で来る人には一定の日数以内はビザなしでどうぞ来てちょうだいねっていうのなんだけれども。うんうん 逆に日本は受け入れてる国が比較的少ないわけですよ。ね。で、日本にが受け入れてる国が少ないということは、さっき冒頭申し上げた相互主義というところからすると、はい、まあ、いや面白くないわけです。例えばベトナムなんか典型で、えー、で日本のパスポート持ってるとベトナムは あの観光で一定日数、まあ、日数少ないですね、他の国に比べて、多分15日とか30日とか、そんなもんだと思いますけれども、観光で行く分にはビザなしで行けますよ、うん、なんだけど、ベトナムの人が日本来るには、はい、日本のビザ取らなきゃいけないと、うん、でこれはまあ相互主義の精神に反するっていう、それでもいいよ、日本人はあの入れてやるよっていう国がたくさんあったんで。 日本のパスポートって、本当にあの世界中どこへ行くにも行きやすかったんだけれども、えーえー、でもやっぱり逆に日本が受け入れていないという、相互主義というところの原点に立ったときに、日本が受け入れる数が少ないっていう、これが実は構造的な問題で、アメリカのパスポートもそうなんですよ。 あの日本が首位になる、もうはるか前の話ですけど、ところがアメリカは入国、どんどん厳しくしちゃって、なおかつあのアラブ諸国を中心に敵対国も増えたんで、今もアメリカのパスポート持ってても、アメリカは確かベスト5にも入ってこないですよね。日本もやっぱり今後、これ、私は今の水準ぐらいで十分だとは思いますけれども、ただやっぱりちょっと外国に厳しすぎるんじゃないのっていう見方も。 あるよと、まあ、それが一つ反映されて日本の順位がちょっとずつ落ちてきちゃってるよというところは、現実にあります、うん、以上ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、茨城県つくば市、チャーハン大魔王さんからのリクエストです。藤田敏子ムーーミンのテーマ作詞井上久さんなんなでありますが<これ笑> えー、あら、まあ、どうして、けどでも分かるけど、男の子でしょう、これ、今、完全アウトですね、これね。そうですね、この部分も、これもう、今なら絶対大炎上、えー、アウト、井上久志さん、当時はね、こういうの、割と普通でしたから、ねえー、これはいつですか、1970年前後ですね、はい、だからやっぱり、いろんな意味の価値観って、50年、半世紀経つと、 柄と変わるんだなということが、岸田総理、よく分かりますよね別に、時とともに変わっていかなくてはいけないものが、さまざまにあるということだと思いますどうなんですか、自民党の9月に、役員と、それから閣僚の改選、ああ交代が行われるわけですよね。そうした 報道があることは承知しておりますが私としては適時適切に政策を進めていく方を 費用すると岸田は岸田って自民党内の第4派閥で、でで第3派閥の茂木派が幹事長をやってて、<laughs> 2> 第2派閥の麻生派と、この第2、<laughs> 2> 第3、第4派閥3つの連合体が今の岸田政権とするならば、<laughs> はい、その第3派閥であるところの茂木さんの幹事長というのは、<laughs> はい、続投なのか、ここを変えるということがありうるのか、<laughs> 総理、いかがですか。まさににが自由民主党には 様々な才能、お人材が揃っておりますので、<laughs> えまさに適切に、<laughs> えそして、えー、適材適所で、岸田政権を お前に接していくということには、何聞かれても無意味なことをちゃんと受け答えを成立させながら言うというのは、実は大変な力量の必要なことなんですよ。我が自民党とか言ってますけれども偽物ですからね。全部偽物ですからね。言いそうなことですけれども分かんない。言ってるかどうかわかりません。ある種の能力があることは認めますよ。はい。サクラナット日本放送はショーアップナイター松田スタジアムからオールスターゲーム第2戦お送りいたします。 解説笹岡真二さんですそしてはい明日朝6時から飯田工事の ok 工事アップコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん登場です。はいその後春風亭一之助さんあなたとハッピーです明日のテーマあなたのお気に入りのお店教えてです<っ>で月曜日のゲストなんですけれども<っ>ズームそこまで言うかフリーアナウンサーの笠西真介さんお招きいたしますはいぜひお聞きくださいえー。 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と増さやかと飯田孝二でした来週も聞いてちょうだい。